三大学を黄色線で結ぶは、アメリカ合衆国先海岸南部のノースカロライナ州のリサーチトライアングル地域に立地するリサーチパーク。同州中央部の三都市、ダーラム、州都、ローリー、チャペルヒル、およびそれぞれにあるデューク大学、ノースカロライナ州立大学、ノースカロライナ大学チャペルヒル校を結ぶ三角形がその名の由来である。 約2 8トルの敷地に170社以上を抱え、4万2千人を雇用する。スタンフォード大学を筆頭とするシリコンバレー、MIT を筆頭とするルート128、コーネル大学を筆頭とするシリコンバレーと並び、全米最大級のハイテクパークである。パークの土地4分の1はウェーク郡に属するが、大部分はダーラム郡に属している。 リサーチトライアングルパークは、リューク大学、ノースカロライナ州立大学、ノースカロライナ大学チャペルヒル校、州政府、地方政府及び研究開発企業の利害が一致した形で1959年に設立された。公園が立地している土地は、カール・ロビンスが購入したものであった。現在では、リサーチトライアングルパークは、全米有数のハイテクパークである。 アラバマ州ハンツビルのカミングス研究公園やリッチモンドのバージニアバイオテクノロジー研究公園と並んでリサーチトライアングルパークは東海岸を代表する世界的な科学技術のリーダーシップの中心地となっている。位置的にはリサーチトライアングルの中でもやや西の方にありダーラム市やチャペルヒル市、ローリン市を中心地域とする。 敷地の大部分はダーラム軍に属し、一部が米ー軍にまたがっている。公園の管理には非営利団体であるリサーチトライアングル財団が当たっている。リサーチトライアングルは約2 8 k 平方メートルの敷地に300社を抱え、5万5千人を雇用している。従業員が多い民間企業を見ると IBM が約8千人の従業員を抱える。世界では 同社のインド拠点に次いで最大の業務拠点を置いている。次にシスコシステムズは約5000人の従業員を抱える。金融関係のフィデリティインベストメンツ、クレディスイスが事務処理、技術センターを持つ。また地元の T インターナショナルも様々な研究、開発サービスを提供している。AK 製薬メジャーのグラクソスミスクラインは同社最大の研究開発センターを リサーチトライアングルパークに置いており、同じウェイク軍のゼビューロンには工場がある。アメリカ国立衛生研究所が国立環境衛生科学研究所を以前からここに開設している。また国際純正応用科学連合が事務局を置いている。パークの北側のモリスビルには、米国レノボの本社など、パークの南側のケーリーには、 SAS 研究所などが所在するなどの普及効果も出している。リサーチトライアングルパーク付近の道路図リサーチトライアングルにほぼ接してローリーダーラム国際空港があり国内及び鉄道はアムトラックがローリーユニオン駅及びケーリー駅がありアムトラックのアメリカ東海岸路線列車及びノースカロライナ州横断鉄道路線列車を利用できる。パーク内には 週刊高速道路40号線やノースカロライナ州道147号線が通っている。国道70号線はパークの北側をローリーとダーラムをローリーダーラム国際空港経由で結ぶ。ローリーには国道1号線と外環状線と内環状線が通っている。ありがとうございます。